泉健介です。現在僕はね新潟に来ています。友達とねボドゲ会に来ているんだけれども、ちょっとここでねトラブルが起きました。マジで最悪なんだけれども、ここオートロックみたいになっててさ、こう外側から開かないんだよね。さあどうするか。とりあえずみんなねもう部屋から出てこないんですよ。もうすぐそこなんだけれども、全然叫んでも声届かないし、とりあえず、あ、めっちゃ雲すすげえ。13回降りるのか、まあ、頑張るしかないね。これ途中の入ってこれ開くのかな。まあ開かんないやっぱり、これ仕方ないね。で、今回ね持ってきたデックっていうのがね、個人的に前からね欲しかったデックではあるんですよ。結構前に買ってたんだけれども、なかなかね紹介するタイミングがなくてさ、で今回この新潟に来たタイミングでもう紹介してしまおうかなと思って持ってきたんですけれども、閉じ込められました。どうするか、今何回かわからん。とりあえずここまで来たのはいいんだけれども、問題はこの雨の中をねどうやって行くかなんだよね。僕本当雨嫌いだからね。そしてね入り口がどこにあるかなんだよ。入り口がわかんねえ。多分これだな。お、行けんじゃない。おー、やった。これで開けないのか。オートロックになっているのか、解除できません。よかった。もう本当にどうなるかと思った。非常口の外から中に入ることはできた。であとはもうドアをこうガンガンとノックしたら開けてくれるはず。俺は友を信じるよ。開けておくれ。開いてます。開いてんの、ほんまや。ありがとう。本当にありがとう。しんちゃんが今ベータテストしてる。あ、じゃあやります。新しいボドゲ、しんちゃんボドゲ。ちなみにしんちゃんこれ作るの初めて。何を、ボドゲを。ボドゲを初めて。初ボドゲ。この手作り感でいくの。え、全然いいじゃん。まずいな。これは買った。1個30円くらい。安い。売ってるよね。なんかゲーサブとかで。ちょっとね外でね撮ろうと思ったんだけれども、ちょっとすげえ大雨だし、結局なんか撮れそうにないし、またちょっとね中に入れなさそうなんで、とりあえずこの室内でやりたいと思います。じゃじゃーん。これね今回ね買ったのがね結構前にね、確かね紹介した記憶あるんだけど、紹介してなかったっけ。ポカイチョウロゴのね青になります。なんかすごい1枚なんかカードつけてくれてるんだけど、なんだろうこれ。じゃあねこれ今からね見ていきましょう。では見ていきましょう。基本的にはね今までのやつとね変わんない感じではありますね。ちょっと向きが、あ、ちょっとなんか違うね。今まではねこうワールドワイドってある方にエニワンとあって、まあ、お尻は変わんないね。お尻同じ感じで、あ、両方エニワンになってる。だからワールドワイドが消えたのか。ワールドワイドっていうのが消えて、でここもエニワンになってるね。6006じゃなくなっております。まあ、なんかだから新しい感じになってんのかな。でこのシールの感じは今回赤ですね。紫が黒で黒がオレンジになってて、青が赤ですね。まあだからちょびっとだけ違う感じではあるんだけれども、まあケース的にはそんな感じではありますね。まあ大きい違いではないですね。では見ていきますかの前に一旦ちょっと予習しておきましょう。まず黒がこんな感じ。まあ普通のねもう大人気になったねエニワのねロゴのデックですね。普通に品質がいい感じのものになっておりますよ。まあこの辺はまあ普通かな。本当に普通ですね。フェイスどんなんだったっけ。一応見ておくと、まあバイシクルっぽい感じになってて、んで、あ、本当にバイシクルだね。バイシクルと同じ感じになってる。スペードのエースがこんな感じのものになっております。まあ基本的には全然普通のねベタ塗りのデックって感じではあります。まあこれが黒、紫がこんな感じ。まあこれも普通だね。もうこれも非常に人気のデックになっております。まあ同じようなクラシックショップの感じのねものになってて、フェイスがこんな感じ。エースで、あ、すごいこうイニワン、これ逆になってるの、これ面白いね。ここの文字のところが。でそれ以外はなんかベタになってますね。デザイン的には USB-C と同じだけれども、色的には全部真っ黒になっております。この赤いカードも黒になってます。
になっているのが特徴的ではありますね。まあこれが紫でした。ではね、このね、青見ていきます。一応青ってか、これ水色なんだろうね。じゃあどうぞ見ていきましょう。しまった、いつものペーパーナイフがない。一応あれね、刃物にね、一応該当するらしいんだ。あれ持ち運ぶとあれ銃刀法違反になっちゃうんだよね。どうしよう、もう普通に男開けていくか。スイちゃん直伝の男開けていきますよ。では見ていきますよ、御開帳。しょ、おおお、あ、すげえすげえ。何御開帳出たよ。今後ろでボドゲやってるからな、あの夢ガヤが。いやーすげーわ。なんだよ、いくらでも言ってあげるよ。すげえ、水色、水色超綺麗だな、これすげえ、めっちゃ綺麗じゃんこれ。え、個人的にこれ黒より好きだよこれ。全然良くない？ボーダーはね、結構細めではあるね。普通に細くて結構角直角だから、だいぶなんかフラリッシュ映えするような。あ、すげえ、めっちゃファンかっこいいねこれ。これ畳の上でもね、こうかっこいいよねこれ。あ、すごいすごい、普通に良くないこれ。あとね、これ青だからね、マジックにもこれ使えると思いますよ。まあ値段的にね、これマジックに使う人いないと思うんだけれども、まあ、バックデザイン的にはね、非常にいいですね。こうやって広げるとこんな感じに見えますよ。どう？良くない？なんかこう見るとなんかちょっと赤欲しくなるな。赤ちょっと買っちゃうか。どうしよう、だどっか売ってるかな。じゃあ次フェイス見ていきますよ。フェイスがドン、ほう、まあ、広告カード、まあこれいつも通りだね。いつも通りのエニワンのね、こうやらかし感ね。でスペードのエースがこんな感じ。僕普通だよね、多分変わんない感じのはず。そしてそれ以外も変わんない。あ、普通のバイシクルと同じ感じだね。全然変わんなくて、多分何もないんじゃないかな。特に何かしらなんかね、ワンアクセントやってるっていうのは今回ないと思う。どうだ、多分情けではあるな。ほうほうほう。んで、ここカードがついております。フェイスはね、普通のバイシクルと同じ感じですね。まあだからね、普通にまあもう本当にね、マジックに使えるっていうか、まあとりあえずね、カスタマイズはそんなされていないので、まあ、普通にバイシクル慣れしている人からしたら全然使えますね。まあ紫の感じもね、全部白黒の感じもいいんだけれども、まあこれぐらいね、何もしないっていうのはね、まあ普通になんかバイシクル慣れしている人からしたら嬉しいなって感じではありますね。品質的にはこれなんだ、これクラッシュドストックっぽいけれども、なんかね、そこまで柔らかくはないですね。個人的にはね、まあ、黒の方がちょっと柔らかいかな。多分ね、これロット差だと思うし、黒はね、黒の方がちょっと柔らかいです。でちょっとね、こっちの方がね、パサッとした感じの品質なので、こっちの方がスプリングがすごいしやすい。で紫の方が、紫は柔らかいね。紫柔らかくて、あ、こっちもね、結構パサッとしてますね。これね、黒の方がパサッとしてるんだけれども、この紫もいい感じではありますよ。に対して今回の青はどうだ、ちょびっとだけ硬いね。バイシクル品質ではね、全然ないです。クラッシュトスク使われているものではあるんだけれども、でもこのね、今までの黒と紫よりかはちょっと硬い感じのものにはなっていますね。で手触り的にはね、全然、まあ、変わらんかな。まあどっちかとパサって感じの、台湾製とはね、全然違う感じの品質になっていますね。この辺ちょっとバイシクルに近いかもしれないですけれども、品質としてはかなり違いますね。非常に高品質やと思いますよ。となんか今気づいたんだけどさ、この箱のとこ今回フラップ何も書いてないんですけれども、このね、黒の方がね、ラストミニッツってあって、で紫の方がね、ワンアウトオブノットゥーメニーって書いてあるんだよね。なんかいろいろなんかメッセージ書いてあるの面白いんだけれども、今回の水色の方には特にそういうのがないっぽいですね。でね、触った感じはね、僕的にはね、黒が一番好きかな。黒がね、一番品質的にはね、僕の手にはなんか合いますね。このなんかパサパサ具合と柔らかさが個人的に、あとエッジだね、エッジの具合もね、なんかちょっと違うんだよね。これピント合うかな。青の方もね、非常にいいんだけれども、まあ青はね、どうかね、手触り的にはね、ちょっと黒の方がね、なんていうの、ちょっとこう、はなんていうの、ちょっと張りがあるっていうか、ちょっと鋭利な感じのカッティングな気がしますね。僕的にはね、どっちかっていうと黒の方が好きではあります。ただね、色味的にはね、水色の方がね、個人的には好きなんだよね。どうかな。僕的にはね、そんな感じではあります。あんまいいレビューになってるかどうかわかんないけれど、皆さん役に立てればなと思いますよ。いかがでしょう。ちなみにね、ゴリラポット引っ掛けてね、こんな感じに撮ってました。これ超便利だよね、ゴリラポットですね。この3つね、今回レビューしてみました。ちょっと畳の上でちょっと初めてレビューしてみたんだけれども、いかがでしょう。でなんかちょっとついてきたこのおまけのカードはね、ちょっといい感じになんかどっかちょっとこう入れておきたいと思いますよ。こんな感じにしてね、ちょっとね、入れておきたいと思います。でちょっとね、僕はね、ボードゲームの方にね、戻ります。Money, then I don't accept.
これはドラマ惜しい惜しい、めっちゃ綺麗になった。すげえ短い間だったけど今の音入ってんのかな短い間だけどお世話になったよ。あ、楽しかったなんかあっという間だったね。やっぱほら、ドキュメントドキュメントしてたやばい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 やば
とんかつを食うぜ、とんかつを。バイビー、ありがとうね。いや、人生初新潟行ってきました。めっちゃ楽しかったです。本当にね、いろいろあるビデオブログでしたが、僕的にはね、個人的にはとにかくね楽しかったんで良かったですが、まあ見ていただきありがとうございました。サバイバルご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければ高評価、またコメントのチャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ゆい